ピンポン。あかりん、あかりん、あかりん、ねえねえ、あかりん、だー、うるせえ、なんやねん、お前、あだ名、はい、つけて、アホのゆかり、アホの坂田的な、その通りだよ。やったー、あだ名つけるの超楽やな、こいつ。あかりちゃんのもつけてあげる。はあ、ドスケベクイーン、あかり、却下。ドスケベチャンス、あかり、却下。ドスケ、却下。ドスケベっていう入り方やめろやー。ドスコイちゃんこ、あかり、しまき倒すぞ。もうわがままですね。あ、じゃあ、あかりちゃん的にはなんて呼ばれたいんです？そら、あかりん、って可愛く呼んでほしいで。あ、すみません。ちょっと BGM 止めてました。何 BGM 止めてんだこら。そういう先生はどうなんや。どんなあだ名で呼ばれたいとかあるのか？ユーカリ？それはコアラの主食だよ。美人子？急に自虐的なあだ名にすんのやめや。ハチネミク？おこがましいわ。ひれ伏せ。やっぱりアホのゆかりが一番しっくりしますね。そこでしっくりされるとは夢にも思わなかったよ。